どうも皆さんこんにちは、セーザーライダーのチャンネルへようこそ。今回はアメリカの会社クエイカーオーツカンパニーが作っているグナローラバーを紹介したいと思います。でこちら高校生の時に食べていましたね。それはこちらです。クエイカーチューイチョコレートチップとオートミールレーズンの紹介です。こちらがクエイカーですね。1877年に作られたアメリカの食べ物会社ですね。オートミールやシリアルとかで有名な会社です。で今回紹介するのは2つのグラノーラバーです。1つはチョコレートチップ味で、もう1つはオートミールレーズンですね。後ろはこういう感じです。こちらの値段は1本で1ドルぐらいです。日本円で120円ぐらいですね。でこちらはチューイって書いてあるので、歯ごたえがあるグラノーラバーですね。まず最初はチョコレートチップから開けたいと思います。こういう感じです。チョコレートチップは後ろの方にありました。グラノーラの香りしかしません。いただきます。甘くてうまいです。でチョコレートの味もちゃんとしますけど、ちょっと足りないです。グラノーラとのコンビネーションはマジでいいんですけど、もうちょっとチョコレートチップを加えればいいと思います。続いてはオートミールレーズン。シナモンの香りとレーズンの香りがします。美味しそうです。こっちの方はバランスがちゃんとなっていますね。シナモン、オートミール、そしてレーズンの味がいい組み合わせになって、ちょうどいい美味しさになっています。ほとんどシナモンの味とか、ほとんどオートミールの味とか、そういう感じではないですね。あと少しだけフルーティーな感じがあって、いい気分になりますね。点数を上げたいと思います。チョコレートチップの方は80点にしたいと思います。もうちょっとチョコレートの味が欲しかったですね。美味しいですけど100点満点のレベルではありません。でもそんなに悪くないですね。チョコレートもミルクチョコレートとダークチョコレートがあったので、80点で大丈夫だと思います。でこっちのオートミールレーズンは100点満点です。もう超美味しい味でした。個人的に一番好きだったのはシナモンの方ですね。でとフルーティーの味が結構好きでした。牛乳やコーヒー牛乳を飲むときに食べるといいと思います。皆さんもこちらを見たら買ってみてください。 Quaker Chewy Chocolate Chip と Oatmeal Raisin の紹介でした。次回お楽しみに。それではじゃあね。どうも皆さんこんにちは、セーザーライドのカニ